しっかりやっとこう。ほんとこいつ嫌い。強くはないけど腐らせてくるからな。あ、怖い。うわー、もうこういう、うわー、逃げながら戦おうと思ったけど腐った。ジャパリマン、もうスタミナ1個使おうかな。そしてなんかポーションみたいのが、うわー、野生解放のもと。へえ、なんかかっこいい。なんだろう、ん、野生のパワーがみなぎる。なんだろう、サーバルちゃんが使うと野生解放ができる。へえ、割れたサンドスターも投げて中身確認しないとな。よし、君が生贄だ。コンボもの残しちゃってた。えい、ワープサンドスターだった。カバンちゃん気分が良くなった。またこいつか。紙飛行機でチクチクとやった方がいいか。いっぱいいるね。イン使ってもいいんだけども、シャレじゃない今のは。いや、このまま。レバーどうしよう。危ない。さらにガバ移動。何も起きない？やっぱレバーがあったら押しちゃうよな。ここは大丈夫な。うん、えい、なぶり殺しじゃあ。ポカポカ毛皮、ポカポカ、あ、腐ってジャパリマンはいりません。進んじゃおう。あ、メダル買い忘れてんな。おお、ここはいい部屋ですね。踏んだ紅茶はさすがに中身わかるよね。持ち歩けないよ。間違えて投げた。トロトロの飲み物、うわー、わかんないんだ。ミルクチー、うん、よかった。こういうのはブクブクな飲み物。何それ、ストローを入れてブク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 ってやった。センブリ？でもこれセンブリはさっきあったから。梅昆布茶、へえ、いっぱいあるんだな。痛い。うわ、くしゃくしゃのパンフ落ちちゃうか。鋭い紙飛行機、紙飛行機使って減らさないとね。冬の毛皮、次のマップ行っちゃおうか。探索していいアイテムがあっても持ちきれないからね。ちょっと休憩。ミスったな。あいつは紙飛行機で。へえ、そういうことしてくれる敵だったんだこいつ。雑魚敵かと思って油断してた。ブラスチ下げてくるのはきついっすよ。スタミナもとっとと使った方がいいかな。あいつに減らされるぐらいだったら。よしよし、まずこの赤いのをやっつける。バラバラパンフ、ポル
鋭い紙飛行機。この飲み物ちょっと調べる？でももうそろそろ終わっちゃうから、でもなぁ、持っててもしょうがないから、とりあえずジャパリタン系だった、なんてこった。でもまあ動かないから関係ないっすね。青ジャパ、次あの腐らしちゃうやつがまだいたらちょっともったいないけど、サーバルちゃんに飲ませちゃうか。しましまの毛皮、これの赤か。なんだかんだでいやらしい敵がいっぱいだね。エッティな敵がいっぱいだね。バラバラパンフ、さっき手に入れたやつだよね。間違えた読んじゃった、折ろうとしたのに。ここよいしょ、ワープサンドスターか。一応で持っておくのもありだけど、ポカポカ毛皮と交換しとこう。また君か。よし、あ、やばい、一旦もったいね。迅速にやっつけたかった。今9回、10回終わりだからもう少し。大きめのカバンはもっとちっちゃいやつだね。薄いサンドスター、スナネコの爪捨てちゃうか。アリスカゲラでスタミナは回復するというか、いやこれでよいしょ、一旦置いて。うまく開けられなかった、スタミナが減ってく、スタミナが減ってく。ペロペロな飲み物いいんだと思ったのにな。ワープサンドスター、ちょっと、いやこれはいざという時。いやこれぐらいだったらそのまま進んじゃおう。さあラスト10回。パープル強い。サーバルちゃんの防御力もっと上げたいな。毛皮を強化してあげないと。ここすごい痛い、来ないんだもんこの子が。サーバルチェンジ、でこいつらはカワンちゃんでやってあげる。黄金の爪、エバラ黄金の爪タレだ。しかしだ、しましまの毛皮置いとくかな。お、ジャパリコインがたくさん集まる気がする。へえ、一応持っておくか。元気が湧き上がる、溢れ出す煮汁。色あせたパンフ、なんかと交換する。スタミナジャパリ一個食っちゃうっていうのもありだな。識別か。まあ負けることはないだろう。あ、ここ通るのめんどくさい。よし、あえて飛んじゃう。そしたらこの紫のめんどくせえやつが来たな。はい、チンシャイ。わあ、
そう、カバンちゃんで行けばよかったか。慎重に慎重に。紙飛行機投げちゃえ。装備を下げられるのは嫌だ。ほんとやっぱ進んでくるとさすが不思議のダンジョン系、いやらしい敵がどんどん出てくるね。へえ、避難経路マップ掘るとワープ飛行機になる。ダンジョンの外に出る。あー、リレミトの巻物、そういうのあるんだ、ありがたいね。では宝箱を見つからなかったな。ちょっとこの階層だけ散歩してこよう。なかったわ。メダルをゲットするためにまた入んないとね。ここメダルを全部ゲットし終わるとマップのが緑色になるというか、ここでお話。お、図書館、博士さん、助手さん、いませんか。シーン。やっぱりおかしいよ。だってカバンちゃんが来たって分かったら絶対料理を作れって言うはずだもん。おかわりをよこすのです。うん。あれ？これはジャガーさんのメダル？お、メダル拾った。持ちきれないから、近くのボスに頼んで、ボスに送ったよと。本当にジャガーだ。図書館にもメダルあったんだね。今まではその地方にいたフレンズさんのメダルが見つかることが多かったのに、確かに。どうしてジャガーさんのメダルがここに？カバンちゃん、少しここで待ってみる？うん。博士たちも何が起きてるか調べに他の地方に行ってるのかも。僕たちも移動しよう、サバルちゃん。カバンちゃんがそう言うなら分かったよ。ギョイ。この場所は踏破したみたいだね。あ、ないんだここは。なるほど、そういうとこもあったのね。でその次、平原地方。へえ。あと1234かな、3か4ぐらいかな。左下にもあるね、孤島が。あといくつだろう。9かな、九州的に。九州だっけ。